今回裏方の話ちょっとしてみようか。普通とか言って考えられないような話だもんね。黙ってしらっと2、300万ぐらい抜いてるわけ。皆さんこんにちは、高藤力です。まあこの前はちょっと衝撃すぎてね、まあ笑って話すけど、笑い話の話じゃないよね。普通、とか言って考えられないような話だもんね。まあ考えられないような話がうちはしょっちゅうあったから、まあだからどんな変なことがあっても全然へこたれないその精神力ができたけど、まあ今回どうだろう、裏方の話ちょっとしてみようか。はい、今かわいそうに呼び出し行事徳山さん、はい、あるでしょ裏方。こう裏方3つあるんだけど、裏方も今もう全部お金あんま入んないような状況になった。相撲で言ったらさ、寺を切る文化なの、はい、相撲協会って寺切り文化、はい、で寺切りっていうのはもう一つ言い方があって、寺切りっていうのは泥棒っていう意味でもあるの、はい、どういう文化だって言ったら、まずこう相撲協会で巡業バーってあるじゃない、はい、巡業あったら、だからそしたらまずそこにこう世話人さんっていうの、はい、頭と世話人さん、はい、でそれで世話人さんと頭っていうのがいて、でそこにじゃあ俺らみたいにこう相撲人口だったりとか、はいはいはい、あとその幕下で決勝5番とかやったりとか、あと神結とか、はい、いろいろそういう、こう、番組がいっぱいあるわけ。はい、でそこに対して、だいたいじゃあ、こう、肝心元の個人的なスポンサーがいくらいくらって出すわけ。はい、いくら出すわ。じゃあ、5万円だったら5万円、こう、神結ジンクの5万円ってなったら、そしたら5万円を、その、頭とかそういうのは全部もらって、で、それで、分けるわけ、はい。それで、だから、俺らには、3万円とか2万円とか言って、はい、で、あと、徳山さんにも言って、あと残りは、全部、寺切るわ。まあ、いい意味の、これは悪い意味の寺じゃなくて、いい意味の、こう、はい、こう寺線を抜くっていう。はい、でそういうのをこう、ずっと積もって、もう知らず知らずに手数料を取って、はい、うん、だからそれを全部集めて、で、一場所終わったら、みんなで分ける。もっとすごいのは、それとあと、呼び出しさんが、その巡業最中、年間だから100回近く巡業あるんだけど、はい、その時に、こう、若鷹ブームの時に、だからその巡業で、こう、虫切り魔除けの軍配とかさ、で若鷹のバスタオルとか、はあ、若鷹のそのいろいろ T シャツとか全部売るわけよ。グッズ販売を全部呼び出しがやるわけしたの、はあ、入れて。で、それで、で、帳簿主っていうのがいて、帳簿主が、やっぱそんなの全部、こう一切合切だからそれをこう仕入れ額って結構載せて出すよ。はいはい、乗せる文化あるから乗せる文化だから、それを乗せて、だ一番帳簿はやっぱ黙ってても、うん、ね、一場所で、まあ、黙ってしらって2、300万ぐらい抜いてるわけよ、うん、でそれでそれをそっからそのグッズを売るでしょ。で1日多い時いくらぐらい売れるか知ってる？若鷹ブームの時1日もう多い時に2、300万売るわけ。で、1ヶ月で、だからもう4、5000万売るわけ。4、5000万。グッズをね。はい、4、5000万売るんだけど、若鷹、全部若鷹で、ほとんど若鷹のグッズを4、5000万売るんだけど、うん、若鷹のところには1銭も入んない。で、それを、その、まあ、こう、定価とはやっぱり、こう、仕入れ値って、はいはいはい、まあ、ほとんど半分ぐらいじゃん。はい、だからもう、一回洗ったらもう色が落ちそうな、あの、タオル、はい、タオルを1枚1000円で売ってんだ。1枚100円ぐらいのタオル1000円ぐらいで売ってんだよね。
模型ですか。そうそう、1枚100円くらいのタオルをこれ100円じゃんとか言ってるのを1000円で売って、そういうの1日だから500枚とか売れるわけよ、はいはい、で年間だからそれでこう2000万とか入るわけよ、はい、で一番トップが一番トップの呼び出しの一番トップが、まあ300万か400万取って、ほんであと、幕府近くの呼び出しが100万取って、はい、ほんで、だんだん行って、で、序の口ぐらいのあの、売り子のおへ、人間は10万、それでも10万ぐらいも。はあ、普通のバイト代より全然いい。いや、1日じゃないよ。その一場所で、ね。10万ぐらいも。で、それでみんな、300万とかよ。だから。だから相撲取りに、だから、こう、お金儲けしたいなら、呼び出しになれって昔よく言われた。はぁ、そうだった。だってもう毎回だって、その、T シャツとかだってそんなの、若鷹の T シャツとか飛ぶように売れんだもん。でそれ一切だってそこに、手数料は一切、もう呼び出しとか全部そういう人間がみんなでわけ。あと、呼び出しさんでも、もう今だからその、名取とかそういうの。自分で講演会引っ張ってきて、で、それで、こう、浴衣作っても、その、作ってもらって、こうやって回ったりするじゃん。ナトリとかあるじゃん。気分とか、いろいろ。で、そういうのは、そういうのも全部呼び出しさんの谷町だ。もう、すごい羽振りが良かった。全員、両国に一軒家持ってたし。で、あと、そういう、こう、お金に対しては、あと、どんなもんが入るかって言ったら、土俵。はいはいはい、土俵をこういろんな土俵回ったりしたら土俵付きでお金が入ってくる、うん、でまあ歌の上手い人だったら呼び出し、はい、あの相撲ジンクで呼び出し何々とか言って、はいはいはい、こう呼び出しのジンクの歌作ったりしながらやったりとか、うん、あと土俵のそのミニチュアのあの横綱土俵の綱を作ったりとか櫓、うん、作ったりとか、はいはい、そういうのもできる人もいっぱいで、そういうのをこう谷町にこうと作ってたんです。すごくない？だって年間だって4回あるんだ、授業毎回300万もらえるんだって。何にもしなくて給料の他に協会からもらえるし、土曜年間だって30回どっか月に行ったら30回分の土曜月料ももらえるし、はい、でそういう背中の名取の、はい、その着物代の、その名取とか行って外行ってこう回っている宣伝料ももらえるし。はぁ、うん。で、まあ、漁師さんは、だからまあそういういろんな、うん、こういろんな、その、そういう土俵についていったりとか、そういうところでお金も入る。裏方さんは、だからもう、そうやって、いっぱいもらい放題だったけど、それをストップしたから、今の呼び出しさんはもう、かわいそうだね。あ、今もうストップ、そういうシステムができる。もうそういうシステム全部なくして、全部相撲協会に入るんです。はぁ。今の呼び出しさんは、もう昔で言った給料10分の1ぐらい。全部だから、こう、順番に持っていかない。もうそれがだから、その、相撲のなんかいいとこでもあって、寺の文化。はいはい。だからあと、まああの、一生懸命動く人間は、お金が入るようなシステムになってたね。うん、今度、じゃあ、悪い講演会の定義。結局、まあ鼻の下伸ばした、おやじとかおっさんとか、あの、いろんな人がいて、それを全部、こう、持って行ってる。